マッシュー・アーノルド・ティーセンは、リライアント・ケイのギター兼ボーカル。カナダ出身。彼の音楽は、彼の過去及び、キリスト教によって影響を及ぼされる。ギターを弾くのにピックを使わない。2006年7月2日2006年7月2日、カナダ・オンタリオ州セントキャサリンズ市生まれ。彼の両親は、彼が6歳の時に離婚。当時、彼は、 カナダのオンタリオ州にあるスティーブンスビルに住んでいた。その後、彼の母親が再婚し、家族はアメリカ合衆国オハイオ州、ボリバーに移り住む。そこで将来のバンドメンバーとなるマット・フープスやブライアン・ピットマンと出会う。彼らは小学校1年か2年生の頃からお互いを知っていると3人ともに言っている。T センは2005年に アメリカ合衆国のポップ歌手、ケイティ・ペリーと交際をしており、彼女の初期のレコーディング活動中、彼女やプロデューサーのグレン・バラードと共に作曲をしている。共同作曲のロングショットは、2009年に、ケリー・クラークソンのアルバムオール、All、I Ever Wanted に収録された。2008年に、ティーセンは、デトロイトのラジオ番組の司会者、シャノン・マーフィーにプロポーズをしたと発表される。 二人は2009年の8月に結婚式を予定していたが、同年12月、マーフィーは T 戦が不誠実であったとし、婚約は破棄された。ありがとうございます。